はい、どうも、ケンでございます。今日はですね、とあるイベントに、はい、子育てママさんを、まあ、はい、日頃の疲れを取ってあげるというような、そうですね、はい、ありがとうございます。早川さんです。はい、どうも、調布市国領駅で、開業しております三華堂ハリキュー整骨院の院長を務めております早川と申します。はい、今日ね、初めてお会いしましてですね、いろいろお話を聞かせていただきまして、はい、実はですね、早川さんね、鍼灸、鍼灸師ですね。そうです、私鍼灸重生師、重生師なんです。はい、でですね、まあ、針のね、針灸の、どうぞ。では、はい、あの針灸にはやっぱり刺されるっていうところがあるので、うん、怖いという意識を持っている方が非常に多く、なので、その怖いというところをなるべく、取り去って、みんなにもっと針のことを知っていただこうという、プロジェクトを僕はやっております。そのプロジェクトというのが、ウェブアニメを使って針のことを知ってもらおうというプロジェクトになりまして、鍼灸接骨治療の精霊トリサルモというキャラクターを僕が作りまして、あの異世界の中にある鍼灸接骨院で働いているトリサルモンを主人公としたウェブアニメを、インターネット上で配信しております。うん、素晴らしい。はい、でその中でどういったものを、やっているかというと、まあ、トリサルモンたちの鍼灸接骨院の日常の風景を、普段お医者さんであったりとか、そういった方々はドラマなどでよく、日常の風景というのを見せていただいているんですけども、僕たちセラピストであったりとか鍼灸接骨の人間というのは普段どういうことをしているのかというのことを、知っていただくことがあまりない職業なんですよね。なので、まあ、そういったところからどういった、患者さんを相手にしていてどういったことをやっているのかというところを、知っていただくような内容と、あとはツボ、を分かりやすく説明しているような、はい、そういったようなハウトゥーものの、ウェブアニメを載せていたりといったようなこともやっております。めっちゃ動いてる最初の。素晴らしいということでございます。はい、というわけでですね、早川さんね、これからあの僕の動画にもね、ちょくちょく出ていただく、予定でございますので、以後お見知りおきをね。はい、というわけでこれからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。業界を盛り上げてまいりましょう。参りましょう。